ちの携帯入ってない配信してない方の端末なの午後。まあいいや今日は。そんな日もある。さっき久しぶりにさエペしてた。ちょっとだけ1時間ぐらいしかやってないけど、ちょっとだけやってた。久しぶりにした。やってなかったんだよね最近。何日間か毎日やってたからさ、急にやんなくなっちゃった。お久しぶりって感じ。2週間ぶりとかではないけど、時間なくってできなかったから。ランクは明日まで。明日の2時ぐらいかな。うん、残り1日ってなってる。でリセットされちゃうから上げたいんだけどさ、マイナスしまくってさっきコンプラスできなくって、あと473やった。もう全部マイナスだった、やったやつ。なんでなんで、うん、みんな強かった。え、今日行ってないよクランキー買いに。コンビニ行ってない。なんかスーパーも行ってない。どこにも行ってない。そういうなんかクランキー会には髪暗くした。病院行った今日。うん、あとお久しぶりにさ服買ってきたいや、こんなサマーケース買おうと思ったんだけど、なんか欲しいのがなくて、欲しいって思うのがなくって、それでなんかなかったからネットで買う。なんか調べていいの見つけてネットで買うことにした。いや春服かわかんないな。普通に全然オールシーズン着れるやつ。スカート買った。スカート X ガール。X ガール可愛いよね。久しぶりに買ったわ。 X ガールも好き。なんかいろいろ見たらめっちゃ可愛いよな。服も可愛かったけど、ちょっと今日は見て、スカートすごい白飛びしてる顔が可愛い。ちょっとなんか Y2K みたいな平成っぽい感じ。かわいい。かわいくない？よかった。スカート。ベージュもあって、このさ、黒のところがベージュバージョン。グレーなのも一緒だったんだけど。ベージュもあって、ベージュと迷って、黒にした。結局。いっぱい買ってきた、今日。かわいいよね。めっちゃ可愛かった。珍しく試着した。あ、サイズがなんかあって、どれがいいか分かんなかったから試着して、結局なんかいつも通りぐらいの M サイズ買った。X ガールちょっとね作りがちっちゃいから。こういうボトムス普通の服屋さんとかあったら S とかでもいけるんだけど、 X ガールはちょっとちっちゃいから作りが M。 迷ったけど黒にした。今日買った服これだけ。なんかさ久しぶりに服買いに行ってさ、そんなに買う気なかったけど、なんか見てみようかなぐらいで行ったんだけど、なんかもう買い物してないからさ感覚が狂っててさ、なんかもう全部高く感じた売ってある服が迷ったけどこの服も、このスカートも。
そんな安いわけじゃないから買っちゃったよ可愛かったから。衣服買ってないからもうなんか感覚は マウスどんぐらいしたっけ私これ覚えてない。でも一緒ぐらいじゃない、マウスと。マウスどんだけしたか忘れてたんだけど、何したっけなこれ、これ何だろう覚えてない。あこれ1万しないっけ。そっか1万ぐらいするかと思ってた。え全然高いマウスより服の方が、全然って言っても数千円程度しか分かんないけどね。それロジクールのマウスですこれ、 G703703 ロジクールのマウス。えこの辺さ普通に安いよ、めっちゃ安いわけじゃないけど、こういうのにしては安い。1万ぐらいこれ。iPhone まだですよ。だってもうなんかレンタルのやつがレンタルまだしてないもん。これ何やか分かんないこのマウス。忘れた。もう値段覚えてないこれ。何だったか。スカート何だったかな、1万3000円くらいだった気がする。でも XR でもそんなさ安くないじゃんめっちゃ高いわけでもないだろうけど、あもう普段買い物しないからそんなに服久しぶりに買ったからなんかそう高く感じたってだけ、感覚がついていけてない姉貴買いしたことないな、あんま。うん、したことない。いやこれしか買ってない服。いやそんなにねお金持っていてなかったんだよね、そんなに買うつもりじゃなかったから。スマホケースは買いたいなぐらいで思ってたんだけど、結局スマホケース買わなかった。欲しいのがなんかなくって。うん、今度ネットで探して買う。可愛いよねこのスカート、今度履くわ。全然さこういう感じだけど夏も履けるよね。だってさ冬っぽい生地感じゃない、これなんかスウェットみたいな、ここのグレーの部分生地。全然夏も履ける、これなんか裏起毛とかでもないし。夏も履けちゃうわ。あ、そう、ここに書いてる。かわいい。今日買ったやつ。かわいい、かわいい。満足。買えて満足。試着した。試着して、これにした。ベージュと迷って。なんかさバレンタインだからって言ってさ、こう買った人にねチョコあげてるらしくて、チョコもらった。なんかチロルみたいな XGIRL のデザインのチロルチョコ。以上。今は着ない。今は着ない。今度着る。今度ね、いつか分かんないけど今度着ます。いや気になる。え可愛いのあったんだけど、いやそんな持っていってなかったんだよな。お金そんなに服買うつもりじゃなかったから
だから買わなかった。一着しか。そうだ、メロコンナイトだ。危ない。昨日みたいになっちゃうとか。40分時間あるね。久しぶりだった。いつぶりかわかんない。なんか前はさ、なんだっけ、手袋と帽子買った気がする。うん、買ったんだけど、メリジニの。でもさ、ちょっと違うじゃん。なんか小物じゃん、服じゃないじゃん。スカートとかトップスとかじゃないじゃん。スカートとかトップスとか買ったのめっちゃ久しぶりな気がする。買ってなかったんだよな最近。そのお店自体には思ってなかった。久しぶりに買った。メール打つね。クランキー、そう、クランキーね、昨日行ったんだけど、なんか入荷されてなさそうだった。一個もなくって、多分入荷されてない。うん、今日行かなかった、コンビニどこにも。今日は行ってないから分かんないけど、昨日あのって言った、始まって行った時はなかった。11時過ぎぐらいに、スマーケス、どんなの欲しかった、どんなの、難しい。なんか欲しいって思うものがあればと思ったけど、どんなのみたいなの特にないんだよね。あ、これ可愛いって思ったのがあれば買おうと思ったけど、なんか欲しいって思うのがなかった。そもそもね、スマーケースも売ってるお店が少なかったから、だからもう23時過ぎに行きますか。いや、今日は行かない。もう行かない。行かない、今日は。もう明日だって普通に早かった気がするし、明日も。はいくらまで出せそう。あ、お金？スマーケースって大体どのぐらいなんだろう、値段って。3000、4000ぐらいじゃないの、違うの、わかんない。めっちゃ高いのは買う気なんないけど、
ぐらいだったら全然買うかな、自分が欲しいのだったら。ダイソーだと100円、ダイソー100円かな、これダイソーのこれ100円、この透明のやつ中にシール入れてるけど、これ100円のやつ、100均で買ったんで。何しようか、欲しい、やっぱやめた、違う顔持ちにしよう。何にしようか、これでや、あ、テロップ書いてないや、後で書こう後で書こうメール打ってるからちょっとメール打ってからテロップ書こう、ちょっと待って、あとは深夜ランダラ、あ、こじってる、名前こじってる何にしようかな、ここら辺の昨日何送ったっけな、私写真、うん、できた、そうか、昨日話し会の写真送ってるから違うのかな、何しよう、なんかブレてるな、うん、これにしよう、遅いんだよな送られるの、あ、遅れた、
頭まで出そうとしてる。どれだっけ。なんかブレてるやつ消しとこう。メロクタテロップバラ集めてます。バラはい、早く来るね。え、わかんない。早く来る？私自分のメール取ってないからわかんない。時と場合による。時と場合による。いや、わかんないわ。明日チョコもらえ、明日チョコ？いや、メンバーに会うけど、いや、わかんない。自分は持ってかない。作ってないから。明日は朝からね。やんないといけなくなるから。作んないです。髪跳ねてる。いやね、巻いてもらったんだけどさ、もうだいぶ取れちゃった。若干しか残ってない。なんかこれ顔周りは残ってるけど、美容院行って、うん、だいぶ取れた。え、そう、ランクやらないといけないの。もうどんどんマイナスしてさ、あと473、200なんとかだったのに、200ぐらいマイナスした。1回のマイナスが30なんだっけ、今34だからさ、もうすぐ200とかマイナスするね。一瞬私明日までにゴールドさんにあげたいんです。でもプラスにならない。プラスになんない。エペのグッズはね、増えてない。別にこれはね、ずっと置いてるやつ、最初から PC 結構最初の方から置いてる。あのインスタのストーリー載ってるやつ。今日何だった？どういうこと？何ですか？ゴールドも、いや、ゴールドはゴールドなんだけど、今ゴールド4から3に上げたくって、3ゴールド3にはあと473いる。473、誕生日クマここいるよ。ちょっと見えないかな、携帯。よいしょ。モバイルずっと充電してた。モバイル。よいしょ。
ペしてた。さっき1時間ぐらいやってた。1時間しかやってない。ちょっとだけ。ちょっとやっぱでもやろうかな。ゴールド3にあげようかな。ラーメンどこの店、あれどこだろうね。名前あんま知らないんだよな。何だったっけな、行ったところ。なんか恵比寿にあるお店だよ。調べて出てきたところ。これだ。美味しそう、今見ても。麺亭島田っていうところ。ここ行った。ご飯のやつめっちゃ美味しそう。これなんだ、食べてない。私とろたまチャーシュー丼、美味しそう。お腹空いちゃう、こんな時に見たら。私何したっけな。なんか特製ラーメンってやつにした。なんか一番人気って書いてあったからよく分かんなかったからそれにしてみた。何が違うんだ。ラーメン、とろたまラーメン、何が違うか分かんない。どこに書いてある。分かんない。何か書いてあるけど分かんない。でも一番人気のやつにしてみた。分かんなかったから、これかと思って。そう、麺亭島田っていうところ。あ、調べたら出てきた。お店行ってみた。恵比寿のところにあるね、お店。ゼロ系じゃないですね、これ。あのインスタに載せたラーメンでしょ。インスタに載せたラーメン、あの写真は麺亭島田ってとこ。ストーリーの載せたやつ。このメンマめっちゃ美味しかった。メンマ好きなんだよね私。メンマ好きで、メンマが美味しかった。他のも美味しかったけど、卵も美味しかったし、メンマ全部美味しかったけど、メンマ好きなんだよね私。でも美味しいよね。外食よくする。うん、時々かな。そんなしょっちゅうはしない。時々かな。一人で行くこと結構多いな。外食なんか出かけてて、外食のためだけには出かけないけど、一人で食べに行くとき出かけてて、なんか食べて帰るかってなって一人で行ったりとかするけど、外食ご飯、外でご飯食べるためだけに出かけない。エペするわ。ゴールド3にあげます。配信で久しぶりかな。何日かぶりかにやろう。お一人様よくするね。そう、よくする。今日も一人でうどん食べてきた。周り二人の人ばっかりだった。二人とかでいる人ばっかりだった。
でも全然一人で行くご飯食べにとか、割とどこでも行ける一人でご飯。焼肉も行ったことあるし一人で。ラーメン。今日はうどん行った。でもそんなしょっちゅうは行かないけどね。時々行くぐらい、本当に時々だけど。ファミレス一人で入れるね。見つけたつね。全然入れる。麺類好き。全部好き麺。パスタもそばもうどんもラーメンも、あと何だ、なんかある、全部好き麺。ファミレスでも一人で行ったことないや。あんまりでも一人で行こうってなんないかも、ファミレス。でも多分行けるとは思うけど、行ったことはない。行こうと思えば行けると思う。始まる。ジェフル家族とか友達とかとしか行ったことない。え、びっくりした。モースにスマホが当たっちゃった。一人厳しい？え、全然厳しくないよ。自分のタイミングで焼いて食べれるし、全然楽だよ。来てるかな？ゼロじゃない？どこ行くの？あ、いたわ、全然。いたいた。仲間がピン刺してくれて分かった。あぶねー。やばい、取り手ウィングマン苦手だって。ディボーションにしとこう。どこいる気がする。見えないわ。ちょうど ディボーションウィングマン、とりあえずどうしよう。あっち行けるかな。無理かな。バッグもらおう。とりあえずうちの家漁りたいんだよな私。全然見えない私。たまんないかな。初動でこれだからたまがないんだよな全然。あ、上取られてんのか。ちょっとそれやばいかも。いやさ、ディボーションいいね。なんかさ、ボルトじゃない、ボルト合ってるわ。ボルトとかハボックとかってさ、ボタンを押してからさ、この弾が撃たれる、弾を撃てるまでのこのさ、スピードがさ、スピードじゃないわ、時間がかかるんだけど。ウィングマンじゃないわ。ディボーションはそれがないのがいいね。突っ込んでるわ。え、それやばい、奥田やばい。やばい。上取られてる。どこにいる？分かんなかった。どこに敵いるか。やばすぎる私。なんか仲間が倒してた、気づいたら。ありがとう。ウィングマン全然当たんないよ。ハボックにしよう。ハボック救急。これでいい。名前ってのは私ゼロダメでさ、アビリティ当てただけで
一アシストもらっただけ、何もやってないわ。あ、エネオもくれるの？もらっていい？それ、何もやってないよ。てかさ、そのなんだっけあれ、あ、どうしようか。誰も持ってないヘビの武器、拡張ヘビマガジン、誰も持ってないヘビ、金出たのに金閣。え、でもね、私、いや、ライト、うん、いいや。救急強化だからね、ちょっと練習しようかなと思って。あ、ボルトある、ボルトがいい、ボルト、ボルト、ん、何もないな、ここの家。暇だ、どっか移動したい、暇、仲間強い、ん、行ってるわ。もう11部隊残りで、マイナス19、まだまだまだ、え、ここで負けたらまたマイナス。いやね、結構さ、キルしたりとか残ったりはしてるんだけどさ、ゴールドだからプラスにするまでが長いんだよな。それでずっとマイナス。あ、間違った。ピン刺したかったのに。あの、ダブルタップトリガーにピン刺したかったのに間違えた。こっち行こうみたいな感じでなっちゃった。間違えちゃった。目が動いてる、まあ仕方ないよ、これはこのゲームはそういうやつ、見てないとさ、敵はどっから来るか分かんない。目標は何キル、いや5キルぐらいしたい。最高がさ、今までの4キルなんだよね。だから5キル。こっちアン違いか。すごいなんかロング打ってる音聞こえる。こっち近いな、あんち、次のあんちも。こっちいる？でもできればさ、あ、カービンあった、カービン欲しいって今言おうとしたの私、運がいい。できればカービン欲しいなーって言おうとしたらカービンが出てきた。カービンがいい、嬉しい。あ、マイナス4だ、いいよいいよ。ジャスミン君も使えるか。よし、こける難しいと思うけど、そんなわかんないじゃん。いや、うまくなればいけるよ、こけるなんて。うん、めっちゃ上手い人なんかすごいじゃん、なんか。あ、欲しい、雷閣20キルとか爪痕、絶対無理だけど私。いやでも新しいさ、武器がさ楽しみだね。次出るなんだっけあれ、なんて名前だったか忘れたけど、新しい武器なんか出るじゃん。え、あれないのかな、ヘビアームじゃないわこれ、エネルギーアームが欲しいんだけど、まあなさそうだな。まあでも180今あるかな、まあ1回180あれば。 え、どこ行った、奥さん行ったわ。
仲間を見失ってた一人。ネメシスじゃない、え、なんだっけあれ、でもそんな感じの名前のやつだよね。でもネメシスはなんかドラマだっけ。あ、言ってる仲間が戦ってるんだよね、あっちで銃声音がしてるから言ってるわ。あ、うん、キルロが出てないけど銃声音しなくなった。違うわ、あ、投げ物だ、だから一瞬しなくなった。そこにいるのね。 OK。 いやー見えない、この間欠泉、これでめっちゃ邪魔、当たんない、ゼロダメ、ずっと、あ、プラス10、うわキャリーだこれ、何もやってない、ゼロダメでプラス10、美味しいな。見えないよこんなの、どこにいる敵、見えない、なんでみんな見えるの、スコープついてないから私無理、諦めとこ漁ってる、もう見えないもんだって、どこいるの、あ、戦ってる、え、全然見えないよこっから、うわあっちか、いやちょうど見えん、無理、あ、でも終わったっぽいね、これ戦ってるの、キルログ的に見えないんだもんこれ、何にもついてないスコープ、丸スコでも2倍とかになんない、1倍だから何も見えないもんな、メガネかけたりしない、あ、するけど普段はコンタクトですね、メガネ好きじゃないから、コンタクトの方が見えるし、だからコンタクトです普段、邪魔だしねメガネ、すごくここにあるのが邪魔コンタクトの方が楽、今の同僚仲間強いよ、同僚同僚強い、上に行くのか、ケンちゃん入んないから何も見えない、どうしよう、見えないな、もうスコープが欲しい、私はなんか喋った？マイクが一瞬つかなかった？私がなんかずっと飛んでたからかな。なんだこいつって思われたのかな？だって見えないんだもん。ずっとジャンプのボタン押してた。サプライボックスの中で飛んでた。見えないから諦めて。なんだって思われてたのかな。まあありえそう。サプライの中で飛んでた、見えないからさ、もう諦めちゃった。Bボタンずっと押してたらさ、なんか普通に普段は飛べないけどサプライの中やったら、違う、ずっと連打してたんだ。Bボタンずっと押してて飛べるのあれか、起こしてる時やな、かまリスポーンしてる時、一つだけくれ、いやね、多分ニスコ持ってるか分かんない、クラフトだからね、ニスコが欲しいんだよね、余ってなさそうだし、いいや、普通にスコープが余るってあんまない、あ、待って、いるこっちいる、ちょっと待って、こっちもいる、
や、検知入んないからわかんない。逃げてるねこれ。もう入んない検知。どこいるかわかんない。あ、上取られたか。上取られたのちょっとあれかも、よくないかもしれない。ちょっと待って、あ待って、いるいる。ちょっと待って、え、こっちもいる。やばい、詰めてきてる詰めてきてる。えー、アカーマーだ、無理。やられちゃった私も。うわー、チャラいで角入れられようとしてる。角入れられた。アカーマー、アカーマーだった、無理だよ。アカーマーだったもん私。アカーマーさで無理だったよ。紫一人と青一人、青じゃない間違った、赤一人。無理無理、頑張るんだ奥田。頑張れ。いやー、やばい、やられた。やばい、何もやってない114度目、何もやってない私。あ、プラス24、今日初めてのプラス、ずっとマイナスだった今日。今日初めてのプラスだ。色が表すもの、アーマーの強さ、白、青、紫、赤の順番で強い。金もある。金は紫アーマーと一緒かな。なんて言うん、4つ分だから。でも回復がしや、なんて言うん、ちっちゃい回復でいっぱいできるみたいな。いっぱい回復できるみたいですよね。難しい説明が、知らない人に説明するのセルデートで言っても分かんないじゃん。ちょっともらえたプラス24。いやでも今日結構マイナス200ぐらいしてるから、結構、結構って言うほどでもなんか200じゃん。でもずっとマイナスだったの、プラス1個もしてなかったから、今日初のプラス。1時間しかしてなかったからあれだけどね。そんなめっちゃやってるってわけでもないけど。すごいめっちゃやってる風に言ったけど、ちょっと来てるわこれ。ワンパここラバ違う、クリマタイザー、やばいやばいやばい、一緒の方向降りちゃう。やばい、仲間と変わっちゃうとかやった。やばい、ロングポー、なんでこんな苦手な武器しかないの、なんでロングポー苦手なんだけど。ラバーサイフォンかと思った。ここラバーサイフォンはちょっと違うか。あ、クリマタイザー、あ、ハボックに変えよう。スカピがある。お、紫の雷角ラッキー。ちょっとあさりたいな、ちょっとあさりたいです私。うん、ちょっと待って、え、突っ込んでる、もしかして。まだまだだよね、
え、光線中？それはやばい。もうちょっと待ってもらっていい？あ、でももういけるかも。いけるいける。行こう。一緒に行こう。あそこにいるわ。当たったかな？あ、2人当たった。オッケー。そこいる、そこいる。これ下どうにか降りたいな。これ下降りようかな私。あ、どうしよう。肉削ったよ。まあ、いらないかこれ。ウルトいらない、いらない。これウルトいける。ウルトなくっていける。ちょっと待って、やばい、どっから来るか分からん。え、これ一人だけ？いや二人いるか。これ仲間起こされそうじゃない？これもうさ、起こすの、起こしに行ってんじゃないかな俺。これ厳しくないか？この起こしに行く、それ、あと、あー、前それ使っても意味ない、空爆意味ない、やばい、空爆意味ない、室内だから意味ない、空爆仲間死んだ。マイナス34、普通に消防士さっき24だよね、プラス違ったっけ、そんぐらいだよね。マイナスだわ、全然マイナス、さっきの関係ない。意味ない、さっきの。いやさ、バグがさ、空爆だっけやってくれたんだけどさ、思いっきり敵も私たちも室内なんか建物の中に、屋根の下、クリマタイザーのさ真ん中になんか建物があって、そこは戦ってるからさ、外にいるわけじゃないから意味ないんだよな、空爆。家の中入られたらいるからさ、避けるとかないから当たんない。さっきと合わせてもマイナス10だけど、でもこの前に全部マイナスしてるから普通にマイナス、マイナスです。プラスしたい、明日までなのに。ゴールド3にいつ上がるの私、本当あげたいんだけど。ランク上げたいけどちょっと上がるか微妙です。もうずっとマイナスだよ、あげたいのにさ。ここなんだっけ、中継だっけ、あ、合ってる合ってる、中継だ。ここはマップの名前を覚えるの難しい、全然覚えられない。私こっちはサロか、上からサロ、私は上がれる明日の。なんかすごいバグってた音が。明日の26時だっけ、え、なんかピンが高いのかな、そんなことないか、いやそんな高くないか、なんかおかしい、ラグい。あれか、全然いらんのって言ってるわ。
コップ10個もないよ。なのに全然覚えられない。そんなないですね、マップ。マップ4つぐらいだっけ、違ったかな。なんかボルトかハボックが欲しいんだよな。ボルトハボックも、あーボルトあった。よし、オッケー、よし。明日の26時まで。今日、え、今日はオールしない。今日普通に明日の朝ね、普通に早いんだよな。だからオールしないです。ん、仲間かな。ちょっとさすがにね、オールはやめとくわ。あー登れなかった。あー下手くそすぎん、私の操作。特にマップ特にないよ、下手だから。ないですね特に。ん、壁行かないのか。明日朝早い。そう、別に早起きしなくてもいいんだけど、ちょっとやらないといけないことがあるから早起き。それのためにカービン、カービン拾った、嬉しい。ボルトじゃないわ、あのあれが欲しい。エネルギアも。そうそう。違うか、巻いてるからか。やばい。あ、仲間が急いで来てる。26時っていうのは約26時間後なの。約26、いや、え、お、約26時間後ではない。明日の26時、明日の2時まで。え、や、約26時間後わかんない、合ってるか。え、26時間後ってさ、24の2だからさ、12時じゃない、今10時だから。そうだよね、じゃない、明日の2時、え、明日の26時。明日の26時ですね。26時間後？ 26 時間後違うな。あ、違う。26時間後って何時？わかんない、計算できない。ゲームしながら頭回んないわ、全く。さっき何言ってたんだ？わけわかんないこと言ってたわ。暇だ。敵がいないよ。戦況？いや全然敵いない。あ、ダブルタップ、ん、いや違う、いらないわそれ。ダブルタップ取りが。26時間後、え、24の2合ってるわ。明日の12時半ぐらい合ってたわ。え、合ってるよね。32時じゃない。
まだ敵がいない。私も漁ろうかな、どっか暇してる。あ、ニスコ作ろうかな。いやないわ、ここここあるかと思った、レプリケーターなかった、なかったのに作ろうとしてた、全然見てなかった。あ、バレル欲しいけど、それどこもらおうかな。足音聞こえたような気がしたけど、気のせいでした、全然いなかった。敵がいないからプラスになりやすい。うーん、そうとも限らない。だってキルした方がプラスになるしね。キルしなかったらもう順位だけのポイントで伸ばすしかないから、どこが戦ってくれるのを祈るしかない。いなかったら上がるとかそういうわけじゃないね。キルポが大事、キルしないと漏れないからな、順位だけじゃ。いない、マイナス24、今残り9部隊で敵がいないんだよな。あー、タブチャーでもブルトだわ。私今ハボックの人、ハボックじゃないんだよな。え、持ちなよ誰か。あ、ブラフ持った。タボちゃん。私ボルトだからつけれない。あれ、そこいる？了解。あ、でもブラフは前見に来たみたいだな。敵とは別のとこ。ハボック探してんのかな。ハボック探してる？もしかしてブラハもボルト持ってた感じ？なんかぽい、ボルト落ちてるもん。ハボック探してたんだな、ブラハ。そういうことか。なんか持ってんのかな、バック。みんな持ってるわ、バックパック。ピン刺したけど、あ、バックパック持ってた。あ、バレル欲しい。あ、私が取っちゃった。欲しかったのかな、ホライゾン。ごめん、取っちゃった。いないよね。もしかして清香ちゃん、あー、びっくりした、何も見てなかった、ごめん、落ちたかと思った。先輩したかと思った。落せる、人しもらおうかな。私って分かんないよ、ゲーム内じゃ。だって名前が全く違うから、山田清香とかにしてないから分かんないよ、それわけないじゃん。あ、私もニスコ欲しい。クラフトする、クラフト、クラフト。てかボルト何もないな、あれは。角、角間がボルトの。あ、ありがとう、レベル1だけど欲しい、それ欲しい欲しい。何もついてないこれ。違う違う、 H コック
おもし。びっくりした、仲間か。なんか敵いるのかと思った。めっちゃ敵の足音に聞こえた。買ってあるけどさっき作っちゃったからいらないな。2本もあった。作っちゃったよさっき。でもみんな作ったか。あ、いる？あげよう。もう実況機能が増やしてた。あー確かにね。いやでも分かんないじゃん。そんなのゲームに集中できない。実況聞きながらプレイしてたら聞こえなくない？ショートとか画面見てたら分かるだろうけどさ、自分の名前も出るからさ。どこ行くの？え？やばい、めっちゃバレてる。めっちゃ場所が。これさ、ちょっとまずい。紫はまだ。でも私も紫顔出さないかな。え、そこにもいるの？そこにもいるの。ちょっとまずいかもしれない。ちょっとやり合ってほしいな、こっちとこっちで。どうしようか。男性の名前、いやもうなんかもう女の人かも男の人かも分かんない名前にしてる。もう全く分かんない。てか日本人かも分からないような名前。そんな名前にしてるんで 100% 私だって分かんないよ。格もがあるじゃん。やってくれてる？あ、いるいる敵。どうしようかな。いや、ギョブりたいんだけどさ、まずね、戦ってないんだよな、敵が。いるけど。さっきから14しか入んない。ヘッド入んないわ。むずい。止まっとろ。42ダメ。何もやってないよ。おお、すっごいロング。え、ちょっとそれなんかあれだな、センチネルかな。ちょっとめんどくさいな、この距離でセンチネル。こっち多分ロング持ってる。誰か持ってない？誰も多分。この距離は多分センチネルは有利だよ。あ、ここまで来たらいけるかな。うん、私が撃ってるからみんなとりあえず詰めていけそうじゃない。これで詰めれたかな。あー、当たんない。アビリティ、肉一人、肉結構入れた。ノック、一人ノックさせた。あ、起こされる、起こされる。下ってどこや。え、何？どっかいなかった敵。待って、いる。いる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 。どうしよっかな、これ挟まれるのがまずくない？
どうしよう、ちょっと待って、私ここ離れられないんだけど、やばいやばいやばい、おしおし、いいじゃんいいじゃん、まだマイナスですけど、合計はまだマイナスですけどいいんじゃない、あと426、これどうやったら、どうやったらいける、ドルドさんに行きたいんですよ、うん、沼ってますね完全に。ゴールド3にあげたい、3で終わりたい、多分2は無理だろうから3で、3まであげて終わりたい、いけるかな、さっき配信始める前にやってたやつが不調すぎたからな、全部マイナス本当に一回もプラスにできなかった、もう全部マイナスだったからな、うん、行きたい、ゴールド33、マイナスはむしろ奇跡、奇跡、いや奇跡、いやいや結構、ま、全部マイナスは普通にあるよいや普通にあるよ、マイナス200なんて簡単にいくよ結構、うん、ランクが上がれば上がるほど、チャンピオン2回できる、チャンピオン全然取れないんだけど、今の仲間どうなんだろう、あ、でも強そうな仲間も来てないか、敵来てないよね、全然見てないけどいっかあ、誰もなんか落ちてない、落ちてないじゃん、待って落ちてない、降りてない落ちてないって、じゃあ私が真ん中を取りましょう、みんなみんな気を使って真ん中に行かないっていうだから真ん中私が釣ってあげるよ、あ、そろ、うん、OK、うん、カービンかと思ったらスピットファイヤーだった、全然違った、遠いな、遠い、どうしてもなかったら取り行こうかな、あんまなんかあったみたいだけどちょっと遠い、え、みんなほんとバラバラの方向いるんだけど、これ敵来たらやばいな一瞬で、一瞬でやられるわ、すんごい漁り方してるわ、ここなんて場所だっけな、火力か、全然かぶんなくってさ、みんなバラバラのところで漁ってる、クラフトしよう、
え待って、え本当にバラバラのとこ行ってるよ。一人中継行ってるし。えこれ大丈夫？バラバラすぎて。大丈夫本当。中継は行き過ぎでしょ。火力で漁ろうよせめて。火力の周りで。ヘロックはね使わない。カービンボルトです今は。これやばい、ちょっとヒューズの人どんどん長崎行っちゃってる。でもこのランパートもさ来てくれてるかな。ランパートの人え本当にバラバラすぎるんだけど、私は真ん中だからどうしたらいいか分かんない。どっちか来てほしい。とりあえずこっち行くか。泡回った方に。スナイパー持たないよ。スナイパーやめた、だいぶ前に。いやスナイパーだとさ、ここ全然刺さってないじゃん。あのダメージ取りやすいけど、ちょっとファイト強くなりたいからやめた。あそっか、サプラ開けてないや。まあいいや、めんどくさい。あこっち漁ってるわ私。やばいよ、ヒューズどんどん先に行ってるし、ランバートは全然こっち来ないし。え、なにみんなどうしたの。これ私はどうしたらいいの。真ん中にいるからねえ、どこに行けばいいの。私は来て、どっちかみんなソロでやってる。いやそのぐらいバラバラなんだけど。いやまだランパートはさ火力のタイナにいるからいいんだけど、ヒューズが中継の方なんだよな。ヒューズの方行くか。ヒューズどっちだっけ、名前忘れた。あさりつつそっち行こう。いやほんとバラバラすぎてやばい。これラッパーとクラブとし始めちゃった。あーでも私スナイパーのスコープどっかあったよ。どこだっけ。ニスコ作りたいな。ヒューズか、合ってるか。どんどん先行ってる。よくないよ。ちゃんと近くにいないと。これ敵、あいるいる、接敵したろ。これ待て、これやばい、これやばい。来てる。あすごい、足音聞こえる。敵いる。そっち、えなんでみんなまだ漁ってんの。敵いるって。普通にねえ、なんでみんなそんな、なんでバラバラなところにいるんだよ。もっと早くに来てよ。惜しい、いけそう。あ肉だよ。入ってほしいな。
私やられた。しかも格殺入れられた。あと、ああ2人か、いける、ナイス。回収したい、私を早く早く回収して本当。もう来ないから。めっちゃいいの、いい武器持ってたのに、私めっちゃいいの持ってたのに。早く起こしてよ、ランパート起こそうとしてる。ありがとう。よし、珍しくいい武器、いや結構最近はね欲しい武器取れてる。自分のデスボアさりたい。間に合うかな、アンチが来てるから。自分のデスボアさるわ。間に合う間に合う。え、待って、やばい、それやばい、撃たれてるわ、やばい。ちょ待って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 、自分のデスバーサルって、私はちょ待って、撃たれないで。私これちょっと漁れるかな。待って、 あっちいるよ敵。え、どうしよう。そっちリング外だよ、アンチ外だよ、それやばい、やばいやばいやばい、なんか殴り合っちゃった。え、なに、どういう、あさりじゃないわ。え、アンチコ、まあ、もう一回ラウンド2だからもういっか。え、どうすんの、そっから行って。どっちにしろ接敵するよ。ランパート来てないし、ランパートやられ、ねえねえクエさん、もうやばすぎるこのチーム。もうみんなもうバラバラなんだもん。私回復も持ってなかった気がする。6個しかない。6個しかない回復。やば、ランパードしかも箱になっちゃった。注射器欲しい。敵いませんようにって思いながら行くしかないよね、これは。え、そこいるの敵、ちょっと降りてきてほしい。それやばいな、私何もできないよそんな上いたら。回復が、え、なんか、え、どうしようかな、回復ないしな、どうしよっか。それちょっと私がちょっと裏側、どうしようか。紫アーマン
じゃん。しかもあれ回復ないし、やばい。どういった、やばいやばい、ここいる、やばい、私めっちゃミリ、助けて、うん、ナイス、ありがとう。ああ怖かった、めちゃくちゃ怖かった。やばい、注射器がないよ私。注射器が、え、どこにいる？です。やばい。どうしよう。あ！やられた。リング、リングじゃないわ。注射器ないもん。あ、あ、仲間もやられた、疲れた、ダメだしたね。でも1キルしたからいいや、ダメだった今の。ちょっとみんなのなんかバラバラだった、すごく勝てないよあんなのじゃ。でもプラスだった、プラス17、いいんじゃない、プラスだから、まあまあまだあと409。私今日始めた時200、あと250となんとかだった気がするんだけど、いつの間にこんなにマイナスしたんだ。飴食べたい、飴食べる、黄金糖、甘いもの。カットを釣りは。うん。これあれじゃん。ルフィじゃん。この奥さん。200g マネスした今日。ん、シルバーだってこと、え、竜かなこの2人。あ、私あと400なんだっけ、でも400ぐらいだよね、2チャンピオン始まって。ね、視野弱体化、レースとパスだっけ強化されんの。あとあれだ。あ、いるいるできるって。え、どうし、で、いや、やばい発見。未来魚、未来魚も強化。ね、なんもないよ。武器なんか、なんかちょうだいよ、武器ゼロ、これやばい、戦えない。あ、ハブカブカブ、欲しいボルト、そもろハボックと、それちょっと引いて引いて引いてえ、ちょっと、やられる、ほら、やられるじゃん、やばい、それ
んな怖かった。あのワットソンすごい蹴りながら向かってきた、怖っ蹴りながら向かってきてフェンス立てられたんだけど怖い。初動詞さっきのプラスが水のワットソン、あ別に勝てないやんな。よし、自分久しぶりに見た自分カタリスト、うんじゃない試合自分カタリスト頑張ろう。作的チャンピオン取りたい、本当本当に上がりたい3人。なんかもうずっとマイナス、射撃訓練全然しないです私直撃したくなった時に行くから訓練場射撃場あんまりかな。実戦が一番うん、ワンパいる、どこいるの、あいるわ全然。どうしよっかな、うちのサプラー開けてこようかな。ヘムロック、どうしようかな、ディボーション持っとくかな、ディボヘムロックじゃない、ディボ救急、うん。あ、さあ、こっち。敵いる？やばい。相打ちだ、助けて助けて起こしてくれた、ありがとうありがとう、助かる助かる、ない取られた、私の私当たるの遅いのか、1キルしたからいい、1キル2アシスト2ね、キルポがいっぱいもらえそう、嬉しい嬉しい救急ボルト、まあいいんじゃない、私もクラフトする、ん敵いるんだったらやめるか、あ紫山山か、クロスでもとこ、よいしょ、こんな注射器いらんわ私、なんでこんな持ってる、
セルが欲しい、セルが。さっきなんでこんな、あ、バッテ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 。ヘビアもここにある。ヘビアもいるって言ってたから、仕方ない、あげよう。仕方ない。どうするこれ、結構近くでやってるかも、戦ってるかもしれない。私エネルギーアームが欲しいな。あ、いるいる近く。マジ当たらんか、こんな遠くから撃ってたら。結構みんな、なんか弾ないかな。エネアムが欲しい。97発だ。あと上のも私やばい。いや、何あのチャラい、あのチャラい、ちょっと嫌だわあれ。何あれ、あのチャラい、ちょっと嫌だよね。 あれあんま削れて肉までいかれたもん、だいぶ嫌だわ。あ、来てる来てる来てる、やばい。ナイス破壊。これ私使ってもいいかもだな。ナイス。あっ、えぇ、一人倒してきてないかと思ったもん。いけるいける、頑張れ頑張れ。これ起こしてほしい。あ、でも起こせないか。ナイス、あの起こしてほしい。ありがとう、うまいねみんな。みんなうまいな、助かるよとても。あ、これさ、タボチャあるよ、タボチャハボックにするか。あ、ボルト、卵欲しい。医療キットもどっか行こう。みんながうまい。欲しいエネルギーアモくれくれ。オッケー、クリア。でもちょっと、いいか、これで、これでオッケー。いろいろ、キルポにしましょう。全部全部キルポ。いるの、ついていこう。なんかどこにいる。ナイス。で、うまっ。
ジブ。なんかめっちゃうまいんだけど。びっくりした、なんか開いた。よし、オッケー。ジブがうますぎる。何も言ってない本当私。せっかくのタバチャハボックなのに。ジガイさん、ジブ、ジブラルタル。ジブラルタルがうまい。っていう意味ね。そっちじゃない、自分じゃない、ジブ。ジブラルタルの。プラス64だよ。私多分これさ、アシスト4になってるけどさ、これ、アビリティ当てただけだな。ジブのこと、ジブラルタル。自分だったら自分だよ。ジブと自分は違う。ジブはジブ。それ運言えてない人だよ。ジブ。どこだ、あっち。戦ってるな。クラフトしてるからちょっとあんまり詰めずにでいるか。本当にうまい。ジブラルタルの人とタタリストがうまい。キャリーしてもらってる。うん、気づかれて、それ気づかれるか。来た、ジブラルタル。どうしようか。私ロング持ってないから見えないんだよね、何も。そこにもいるのか。なんかないかな。ニスコが欲しいけど、でもクラフトだからな今。行く？どこにいる敵？あっちだ。カタリスト乗ると強いねこれ。この間にこっちの敵をジブラルと方向動いてる方向が一緒すぎて何も見えんかった。うん、落ちた。ヒル1枚。どっから撃たれてる？後ろ？やばい、当たっちゃった。アビどうしよっか。どこいる？下か。やばい、いや無理だろこれ。車線通り過ぎ。2倍いたね。いやーいるの分かってたんだけどファイトしちゃったんだよな。いるの分かって、真ん中に自分たちがいるの分かってたんだけど左右にいてってファイトしちゃった。おあと356。でもまだマイナスか。プラス87だよ。よかった。みんながめっちゃキルしてくれた。見えないのかこれ。あ？バトルパス90までいった。これ絶対いかないな、110まで。よし。でもまだマイナス、これでも。だって。あと300なんとかだから最初今日始めた時点で200ちょいぐらいだったからまだプラスじゃない。まだマイナスです。初動詞2回で68だからね。
もう3回すれば100超えるでしょ。もうすぐ200とかいっちゃうね。回さないと。行きたい、ゴールドさんまで行きたい。強そう。え、かわいい。このなんだっけ、ローバーローバーローバーとかのスキン、めっちゃかわいい。仲間のローバーのスキン、デュオだ。この二人、一人 CS の人だ。プレステかな。どこで降りるんでしょうか。ロバでは、え、ロバって言ったって、ロバって言ったよ。ロバロバ言わないよ。ロバと、あ、こうやってね。いや、ワンパ来てる。これ待って、こ来てる来てる。真ん中行くわ私。スカイフック、あ、全然いろんなやつ取っちゃった。やば、撃たれてる。あ、ちょっと行くか。ちょっとやばそう。ちょっとだけちょっとだけ漁らせて。センチネル取ったの。やばいやばいやばい、行こう。だったかな。これちょっとさ、私行くとまずいかもしれない。やばい、一人ずつ行っちゃった。やばい、やばい、無理無理無理、こんなの無理だよ。ゼロダメだし。なんで私は撃った、弾を撃ったのに、え、なんでゼロダメなの。え、当たんなかったっけさっき。あれ、私の記憶では当たった気がしたんですけど。おかしいな、ちょっと気がしてたんだけどな。あと390。おやだー。普通に当たったと思ったんだけど、え、相手のキャラコンが甘かったんだな。仕方ない、それは。ああ相手のキャラコンが甘かったんだ、きっと。だから当たらなかったんだ。それは仕方ないよ、キャラコンが甘かったんだもん、だって。デュオかな、この人たち。なんかすごい漢字だけど、なんか書いてあることの最初、めっちゃ漢字でさ書いてあるんだけど、一番最初のね4文字とね最後の5文字、最後の文字が一緒。なんか間の文字がちょっと違うだけ。デュオ、なんかチャット書いてる。全く分からん。え、なんてそんな漢字で言われても分かんない。私なんか漢字いっぱい書かれて、どういう意味ですか。
JP って言ったらいい、ジャパニーズだから分かんないって言ったら本当に分かんない。チャットで書いてたけど、なんか漢字分かんないって、そんな書かれても。ワンパ来てる。うん、ワンパだね。近く結構。もうこれ消毒しだけは避けたい。当たったかな、ベル。当たってるわ。ピーキー持つか。え、なんか言ってる。でもマイク遠いよ、ちょっと声遠いよ。何言ってるか分かんない、全く分かんない分かんない、なんて言ってるか。日本っぽい名前とか難しいじゃん。あ、刺さってんのか、そこで。顔はまとってる。で、あ、来てる来てる。そっち来てる。やばいやばい。上か、下って、やばいやばいやばい、ワンブイツー無理でしょ。あー、やだー、マイナスだー。もう400にまた戻ったって。消防士あと424。もうこれいける、私ゴールドさんにいける、いけない。ゴールド、ゴールドはいるけど4なんだよ、ゴールド方。いける、あげたいんですけど。もうずっと消毒死してる、2回連続消毒死だっけ。やだ、大変です、全然上がんない。やだ、でも明日早いからさ、あんまり長い時間できない、配信終わった後も。どうしよう、あげたい、したいけど、あげたい。ゴールド3まであげて終わりたい、今シーズン。あげたいな、いな。あ、え、またデュオだ、この人、2人、1人 CS の人、デュオ。よし、角から、いやでもそこかぶりそうだな。ここなんて場所だっけ、カウントダウン、あ、4学校か。カウントダウンはかぶるんだよな。あ、でもワンパーしか行ってないかも今回、その時によってか。4学校0じゃない、カウントダウンワンパー降りてて0。よし、やばい、全然いいものがない。いいものない。
いいものはないですね。ちょっと後ろの方からするか。スカピアル。レベル3の角間が私がもらえます。あ、ここにあるわ、いらないわ。昨日集金補給バクバクもらおうかな。なんかいい武器ないかな。マークスマンのスコープって何？なんかさ、このさ、キャラのやつってさ、マークスマンのスコープがあるとかけど、わかんない。え、ほし、あ、取られた。仕方ない、あげてあげる。こっち漁ってんのか、あんまないかな。頭がちょっとあるくらいか。うん、なんかエネルギーの武器欲しいんだよな。なんかないかな。ボルトかハボックが欲しいけど、ない。エルスターしかない、さっきから。エルスターはね、いらない。うん、取り手もいらない。うん、え、何、エルスターしかない、さっきから。なんで、まあ、エルスター持つか。もう仕方ないからエルスター持つよ。エルスター持つことにした。ないんだもん、だって。ボルトかハボックが欲しいんだけど、エルスターが取り手しかない。いや、ほんとさっきからなんでないの。あ、カービン欲しい。それモーラを、カービンは手に入ったから、カービンエルスターだから、ちょっと欲しいな。あのハボックかボルトが、ボルトがいい。でもカービンは入手した、手に入れた。くれた。さっきからね、エルスターと取り手しか出ないんだ。何なんでしょうね、ほんと。もうエルスターだよ、また出たの、ほら。え、何？もう今日はそういう、このマップは、このマップじゃない、この街は、そういう感じなの？もうエルスターだもん。え、何？もう見てないんだけど、ハモックとボルト、このマッチで全部エルスターか取り手。ああ、ボルト、ボルト、ボルト、あったあった。なんかブラハのさ、なんか恐竜と戦うやつでやっと見つけた、やっと見つけたボルト。よかった。
でもえこれやる？やらないのね。ブラハのなんか恐竜と戦うやつ。了解。これいないんじゃない？スカイ服映んないですね。現地何かいいものないかな。スコープないかな。スコープ、スコープ持ってない。どっちもついてないや。スコープ、スコープが欲しい。おっ登れなかったの好き。スコープないか。紫で落としちゃったカーゴボット。私は金を狙ったんですけど、全然欲しいもの入ってなかった。紫だからカーゴボット金狙ってたのに。金スコ、デジスコ、エジスコでもいいけど、ボルトあるから。でもニスコはクラフトだもんね。あ、クラフトしようかな。あと隣にクラフトするやつ、バッテ作ろう。レベル3のレーザーサイト私持ってるね。これもう自分で作ったら早く取らないとね。仲間に取られちゃったことあるんだよ名前。自分で作ったやつ。私さ、前さ、このバックパックがクラフトの時にバッグ作って、あ、ヘルメット、ありがとう。バックパック作ってさ、で、あ、なんか欲しいのあったから取り行こうって、ちょっと取り行ったらね、仲間にバッグ取られた。やばくない？なんか取られたんだけど、仲間にバッグ。取らないのかな、もらおう。じゃね、取られた。なんかの、うん、バックパック作ってクラフトして近くにあったもの取ろうと思って取り行ったら、そのまま仲間に取られた。バックパック、紫のバックパック。え、びっくりした、初めてすぎて。そんなの OK。 もうスコップある。ああ作ったもん。でも紫バックパック、まださ、バッテとかだったらいいよ。いや、バックパックは取らないでよ。大事でしょバックパックは。まだね、まだ、え、バッテも取られたら嫌だけど、自分が作ったやつだから。え、それ取ってさ、なんか作ってくれるんだったらいいよ。また作ってくれないんだったらダメでしょ、そっちは。自分のために作ったバックパックなのに。ああ全然当たんないわそれ。ああ上にもいる。これなんかさ、ライターもないかな。ライターも当たった。じゃあ使いすぎた。うん、あんま近く来ないね。
敵遠くにいるんだけど、ちょっと遠すぎて今7位だけどマイナスだ、マイナス14。あっちにいるの、それやばい、それやばい、そんなとこにいるのやばいな。ヘッドヘッドヘッド入れた。え、弾が減っちゃう、こんなんしてたら。どうしようかな、ライターも欲しい、ちょっと探してきます、ライターも探してきます、ライターもないわ、ライターもないな、いいよ、ちょっとやばい、めっちゃ撃たれてるやん、ライターもなかった、ちょっと奥にいる敵全然見えない、あ、いる、うーん、あんま使いたくないな、ライターも151しかない、あと、うーん、ライターもあんまない、どうしようかな、ちょっとさ、ロング持ってないからさ、あ、え、肉だ、肉、あ、気のせいか、仲間の足音か、めっちゃ敵に聞こえる、それ足音が、足音じゃない、やっぱ来てるよね、いたわ、やっぱ、あ、全然当たらなかった、ちょっとめんどくさいな、こっちから見れないかな、いるいるいる、2人いるね、2人いる、2人、あと2秒1秒、アビ、あ、全然当たらん、なんか蹴っちゃった、蹴りが出ちゃった操作、2部隊いる周り、ちょっとやばい、それどこ行った、あの上から狙われてんのがめちゃくちゃ嫌、邪魔すぎる、全然見えない、でもプラス11だよ、でもプラス11でもさっきマイナス34だからプラス34以上したい、それでやっとプラマイゼロ、全然見えないよ、え、どうする、バルいるから飛べるっちゃ飛べるけど、今の飛ぶのはあれかな、あ、でも飛ぶっぽい、飛ぶ、登れなかった、私だけねえ、私だけ登れなかった、下手な登れちゃう、ライターも欲しい、ライターもライターもライターもください、ないのか、ライターもくれた、ありがとう、ヘビも取っとこう、上にいるんだよな、どうします、結構全然当たらん、アビリティがウルト使えば一発でいけるけど、でも下にいて上にの敵狙うって難しい、全員上だ、うん、どうしようか、待機かな、とりあえずこれで
適量いる、了解。見えないよ。いや、バルキリーいるのいいよね。飛べるから強い。どうするよこの上の敵。一人紫、いや赤いそう。結構ロングでどうします？ちょっと暇になってきちゃった。上か、ん？どこ？あ、こっちか。あ、間違った。あ、アビリティ下手くそだった。下いる、下。いる。あ、違う。一人当たったか。いやー、壁の向こう側で狙えない。あー、当たんないなー。どうしたらいい、これは。ちょっとボルト、いや、あっちにもいるな。え、どうしよう。ちょっとこれ、ここ取れたの強いけど、あれ敵が結構近くにいすぎてやばい。あ、やべやべやべ、アンチ入んないと。牽制されてる。とりあえず前出たよ私は。あ、結構いる。何パーティーかいる。2パーぐらいいる。上詰める。あ、すいません、やられました私。ナイス、キンノック、ナイス、キンノック。上か。あ、めっちゃ聞こえる銃声が。怖すぎ。ワンノックしてる。え、これ詰めてもいい多分。何？起こしてなかった？こっちで。起こしてたけど、ちょっと待って、やばいやばい。0キル。舞台の合計キル数0。頑張ったんだけどな。おかしいな。プラス21です。あ、まだマイナスですねこれ。あと403。難しい。
まあちょっと今日は配信では終わりかな。もう一回やるだろうけど、私後でやる。後でうん、トルパス OK。 難しい。漏れた、まあ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 、これは漏れたけど全体で見るとマイナスだよねこれ。なんか文字打ってたら違うアプリ飛ばされた。違うアプリ飛ばされた文字打ってたら。まあ文字のさ、しめじに飛ばされた。しめじ使ってるからこの携帯、飛ばされた。そっちに前回さゴールドを上がってすぐギリギリ上がって、その後できたけどやらなかったんだよね、疲れてやらなかったから。まあ、最高 RP ではあるけど、どうせならあげたよねゴールド3まで。なんか上げたいけど、上がるかな。徹夜オールってこと？オールはしない、さすがにね。明日仕事なんで普通にオールはしないけど、できるところまでやる。眠くなったらすぐやめまーす。早起きだよ明日。やらないといけないってことがあるからね早起き。後でやる。あと403。403。難しいよ。明日何時起き？何時起きか分かんない。6時か7時だな。入れてきたと変わんないけど、今日7時に起きた。6時に起きようと思ったけど7時に起きた。あ、間に合ったけど6時に起きようと思ったら7時。これさ、あ、これ書いたからねさっき。え、オールってあれじゃないの？寝ずにっていうのがオールじゃないの？わかんないけど、寝ずに次の日も起きてるのがオールじゃないの？一睡もせずにオールじゃない？寝たらオールじゃないんじゃない？知らないけど。アラームは基本何回もかける。1回だけ、1個だけしかかけない時なんてない。めっちゃかけるアラーム。ショートスリーパーじゃない私、寝ないと無理。明日配信夜だね。夜、うん、夜多分。ちょっと待って、夜できるから夜する。夜明日朝昼できないから、するとしたら朝だけど、でも時間ないと思うから。
違えた、今日の日付じゃない。でも普通に早いわ朝普通に早い。調べ方が悪かったな、私も。違うのが出てきた。朝普通に早いと思うから。あ、あれ書いとくかな。どうしようかな。全然来るでしょ。朝早くから無理だな、多分。朝は帰ってきてからしよう。うん。で、帰ってきてから。で、うん。下半身はしない。夜する。なんでしない、時間がないから。ちょっと時間ない、朝やらなきゃいけないこといっぱいあるんだよな、明日。なんで時間ないですね。これじゃないか、ちょっとこの後もあれやんないと。時間？じゃあ13位からランキングを、あ、いや、読みまーす。13位、グランツアットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。12位、ヒンメルさん、ありがとうございます。11位、ユージアットマーク、許可を愛してるさん、ありがとうございます。次、10位、香港のハルマットマーク、教科王子さん、ありがとうございます。9位、フロマンさん、ありがとうございます。8位、ウドさん、ありがとうございます。7位、ゲロウさん、ありがとうございます。6位、アキヒコさん、ありがとうございます。5位、プッチーニさん、ありがとうございます。4位、マルさん、ありがとうございます。3位、中西さん、ありがとうございます。2位、ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位がヒューガナッツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、いや、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信はさっき言った通り夜で、仕事終わって帰ってきてからやる。夜普通にできると思う。今日と同じぐらいの時間からできると思うからやります。明日も同じ時間ぐらいからかな、うん、ですかね。お仕事、そっちのお仕事じゃないんだよ。そっちの押す方のじゃないんだよ。ガチの方のお仕事違うんだよそっちじゃないんだよ。いや、あげたい本当。明日の2時まで日付変わって、26時までだから、ランク変わっちゃうから、リセットされちゃうから、
あげたい。ゴールド3あと403403ってあとちょっとだよって難しいんだよな。マイナスもあるから難しい。下もやる、やってなかったからね最近触ってたんで下手になってるわ。下早起きだから今日はあんまり遅くまでやんないでおこう。ちょっとだけやってお風呂入って出ます。早いでした。あとちょっとだよね。あとちょっとなのになんかさ、私今日さ配信でやり始めた時400ちょいぐらいで、まあ配信の時始めた配信で始めた時よりかはちょっとプラスだけどってぐらいじゃん。え、これ配信始める前に私1時間ぐらいやっててそれ全部マイナスでさ200ぐらいマイナスしたの。もうそれがでかすぎる。早起きって正午ぐらい、正午に起きたらやばいですねそれ。全然早起きじゃないですそれは。普通に6時か7時。何もそろそろ時間か。じゃあ明日も今日と同じぐらい9時半ぐらいかなぐらいにはできると思うんで。ほんと赤くなってる、赤いちゃった。なんか赤い。じゃあまた明日の配信で。ありがとうございました。またね、バイバイ、おやすみなさい。また明日、おやすみ、バイバイ、またね、おやすみなさい。